こんにちは、フィフィですえ。韓国の首都ソウルでは今、8件の飲食店のうち1件が閉店に追い込まれています。え韓国政府の調査によると、今年4月、自営業者の数が昨年の同じ月に比べて9万8千人も減少したことが分かりました。えこれ、数ヶ月前から減り続けてはいますが、4月に入ってからは、 減少する幅がさらに大きくなっています。しかもソウルの場合は特に深刻で、従業員のいる自営業者が2万5千人減少。従業員のいない一人で商売をしている自営業者も2万8千人減少しています。合わせて5万3千人も減少したことになります。 韓国ですが日本とは比べ物にならないくらいもう欧米並みに物価が上昇しています。でも賃金が上がらなくて実質所得が減った家計が多いんですね。まあそうなると当然財布の紐が固くなって消費が落ち込みます。家計の消費に売り上げを大きく依存する多くの自営業者はその影響を避けられません。 韓国は自営業者が世界的に見て圧倒的に多い国です。4人に1人の割合で自営業に携わっていますが、その自営業者が今追い込まれています。また物価が高騰する中で、韓国の消費者はどれだけでも安いものを求めようとしますから、まあ、特に韓国の製造業は大きなダメージを受けています。 その韓国の製造業を脅かすのが中国の EC サイトです。まあ、日本の人たちは日本製品よりもぐっとクオリティの落ちる中国製をただ安いという理由から積極的に買うということはあまりないんですが、韓国の場合、韓国製と中国製を見比べてさほどクオリティが違わないという点から安い中国製の方を購入する消費者が多いようです。 韓国政府の集計によると2020年には6357万件だった海外サイトからの直接購入の件数が昨年にはその倍を超える1億3144万件に増えたと言います中国の EC サイトはネットでポチッと購入して直接空輸で自分のところに運ばれてきます ただそれがありえないくらい安い価格なんですね。韓国では品物の値段が安い中国のサイトから直接購入するケースが特に爆発的に増えて、もう昨年は海外のサイトのうち中国の EC サイトからの購入が全体の68%を占めました。これ韓国での話です。またコロナを経験して 人々の生活パターンに大きな変化が生まれたことも、韓国の自営業にダメージを与えています。飲み会が減って、夜遅くまで飲んだり食べたりすることが大幅に減りました。コロナ禍以降も活気は戻っていません。飲食店を経営するソウルの商工人連合会の会長は、コロナ禍の時も苦しかったが、政府の支援で何とか持ちこたえてきた。でも今は支援もないし、 食材の価格も高騰し、電気料金や燃料費などの上昇で固定費が大幅に増えた、値上げで客足が遠のいた上、生活習慣の変化で夜9時を過ぎると客がほとんどいなくなり、営業を続けても商売にならないとそう語っています。ここで価格をもっと上げたらお客が減って損失がさらに大きくなる。まあ、自営業者は今最も 危険な状況に直面しているとこう話していました。これ以前から韓国ではこの話が出ていました。コロナ禍での政府の支援が何度も終了間際で延長されてきたんですが、これが終了してしまえば倒産が続出するということは言われていました。 昨年秋に自営業者に対する政府からのコロナの支援策は終了したので今まさにそれが現実のものになろうとしています韓国の地域情報開発院が公開しているデータには現在営業中の店とこれまで廃業した店のリストがありますソウルの飲食店の現状を分析して見てみるとコロナ禍以降飲食店が かぶった打撃を確認することができるんですね。ソウルの飲食店は2020年以降毎年1万件以上が廃業しています。これ8件のうち1件が廃業していくペースです。状況は深刻なんですね。コロナ禍では自営業者に対して借金の返済の猶予など、まあ、積極的な金融支援が行われていましたが今はそのような支援はありません。金利も 大きく跳ね上がって、利子負担も増えました。コロナが始まってからこの4年間で、韓国の自営業者の負債は50%以上増えています。しかも問題は、その借金の延滞率が増え続けていることです。3ヶ月以上延滞している金額の規模がこの4年間で2倍以上にも増えました。 そして3社以上の金融会社から貸し付けを受けている多重債務者も半数を占めるなど不良債権化へのリスクが高まり続けています。コロナ禍以降も自営業者の負債規模と延滞率が増え続けているんですね。またその負債の質が悪化しているのはコロナの衝撃から抜け出せない自営業者が依然として多いからです。 しかもコロナの時期真っ先に政府から自営業者に対して営業を自粛するよう要請があったんですがそれに忠実に従ったのに韓国政府による自営業者への支援は他国と比べて非常に少なかったと言います国が取るべき責任のかなりの部分を民間が背負い込んでいたわけです悲惨なのは赤字のために今すぐにでも廃業したくても商店街の 賃貸契約が残っているため廃業もできずギリギリで商売を続けている人たちですえちなみに韓国は家計向けのの融資もこの1ヶ月間で5兆ウォン近く増えています借金が増えても返済能力があるなら問題はないんですが、まあ、そうではないから問題なんですね金融システムへの緊張が高まっていますカードローンの延滞率も増え続けているんですよね で今日はそもそも韓国の人たちがなぜそこまで多くの借金をするのかちょっとそこに触れておきますまず前提として生活苦がありますがその他に韓国の人たちの異常なまでの物質主義というネガティブな面が影響しているといいます一般的に韓国の人は物質主義または背景主義が強いと言われています 前に韓国メディアである東亜日報も韓国人は過剰に物質中心的だと韓国の人たちの特徴を分析していましたまた朝鮮日報は韓国人はお金が好きでありながらお金持ちは嫌いだという富に対して二重の矛盾した考えを持っていると書いていました例えば財閥は嫌いだけど 財閥企業に入りたいいたいいとっそんな認識ですあるアンケート調査の結果でも韓国人の93%が幸せにはお金が必要だと答えてはいますがお金持ちに対してはどうせ親のおかげだとか何か不正をして得たに違いないと、まあ、そんな悪いイメージを持っていることが分かりました。 実は人生に意味を与えるものとしてお金が最も重要だと答える国は韓国だけなんですね。日本を含めその他のほとんどの国は家族と子供と答えています。まあ、こうした点からも各分野の学者たちも本当に口を揃えて韓国人は物質主義への執着が強すぎるとそう答えています。 インフルエンサーで有名な作家でもあるアメリカのマーク・マンソンという人がいるんですが、え彼は昨年韓国を訪れて、その様子を動画でアップしていましたで。そのタイトルは、韓国は世界で最も憂鬱な国というものだったんですねで。そのことが韓国で大変話題にもなりました。ここでもやはり、韓国社会は物質への、まあ、物への執着が強すぎるといった主張をしていました。 韓国では仮に生きるためのものが足りていても、まるでお金がないと死んでしまうといった考えに取りつかれ、さらなる物質を、物を欲しがる傾向があると、そういった内容でした。しかもそれが自身のクオリティの向上につながるような競争心ならまだしも。 ただ他の人と比べて落ちこぼれたくはないといった上辺だけの繕った見えの感情から来るものだから残念だと言うんです。本質的には何も得ることのない。むしろ無理をしているだけ。まさに資本主義の悪い側面だけが強く現れているのが韓国社会なんだと。そうこの方は言っていました。まあ借金ばかりが増えて、 延滞率が高まるのは単に物価高や経済悪化だけが原因ではなく韓国社会の根底にある背金主義的な思想も影響しているように思いますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします